タケイム R-2, ツンアンティーカーポリエチレンやファットモーブル R-2 は第二次世界大戦中にルーマニアで開発された対戦車自走砲である。車体はチェコスロバキア製軽戦車 LT-35 のルーマニア輸出型である R-2 砲は敵国ソ連からの露角品である 76.2mm 野砲1942年型が使われた。 1943年に搭載法が異なる試作車1両、1944年に生産型20両が製作された。1942年から1943年にかけて開発、製作された対戦車自走砲タケイム T-60 に引き続き、もともとルーマニア軍が保有していた R-2 の対戦車自走砲化が図られることとなった。 r には戦前、チェコから126両が輸入され、ルーマニア軍の主力戦車として使用されていたが、その軽装甲では強力なソ連戦車に立ち打ちできないことが明らかになっていたためである。1943年春に出された要求に基づき、開発は、タケイム T-60 同様、コンスタンチンリュナイ中佐を中心とするチームが行い、7月から9月にかけて、 ブカレストのレオニダ製作所で試作車両1両が製作された。評価試験の結果、シルエットの高さの欠点はあるものの、元の R-2 に比べ十分に有効な兵器であると判断され、1944年2月、40両の R-2 の自走放火が決定した。なお、試作車両は、 タケイム T-60 と同じく 76.2mm 矢九1936年型が使われていたが、生産型では、より新型の 76.2mm 矢九1942年型が搭載されることになった。最初の20両の R-2 が、舞台から引き上げられ、1944年2月から6月の間に、レオニダ製作所で改装作業が行われた。 新型砲を搭載した生産型タケイム R-2 は、路角した T-34 への射撃試験の結果、砲に合わせて国産された、鉄鋼弾を使って500メートルの距離で、貫鉄可能であった。しかしこの頃には、ソ連軍はより重装甲のイズ -2 重戦車なども、投入し始めており、1944年7月、残り20両の改装は、取り留めとなった。 改装は、基本的に R-2 の車体はそのままで、車体戦闘室上面装甲のみを除去、操縦席上部のみに新たな装甲板を乗せ、その上に砲を搭載した。新たな戦闘室は、全側面と上面半分のみに装甲を持つ開放式で、側面装甲すぐ内側が砲弾ラックとなっていた。新設の戦闘室上部装甲には、竹 MT-60 同様、 やはり路角された BT-7 などの車体装甲板が再利用された。タケイム R-2 は1944年7月に第1戦車連隊の第63戦車駆逐中隊に配備されたが、対処戦には間に合わなかった。これらはルーマニアの降伏、連合国側への転向後にドイツ軍に対する追撃戦に使用されて消耗、ソ連軍の命により、 第一戦車連隊が解体された後は、残存車両は、第二戦車連隊に配属されて、オーストリア、モラビア方面での戦いに投入された。ルーマニア、ブカレストの中央軍事博物館に一両のタケイム、R-2 が現存する。ありがとうございます。